こんにちは、ケンイチです。山田です。今回の動画ではおすすめの焚き火台3選というところで、こちらに並んでいるのを1つずつ用途別に説明していきたいと思います、うん、でまず1つ目こちらになるんですけども、うん、これはねユニフレームのファイヤーグリル、うんうん、もう名作だよね。何年ぐらい使ってるんですかね。俺もう多分 6年ぐらい使ってるんじゃないかな。それでもね全然まだまだ使えるし、うんうん、まあ安定感もあるしいいよね。これ4方向が結構高いから、このところに網を敷いてバーベキューもしやすいし、うんうん、まあそうだね、いろいろとユニフレームがアタッチメント出してるから楽しめたりと、なかなかいい商品なんですよ。また簡単だしね、組み立てるのが。で、まあ、燃焼の効率もこれがあるからいいし。どういうシーンにこれは使える？そうだね、これは結構ファミリーキャンプというか、みんなでキャンプ行った時とかに、まあ、4人から6人ぐらいでバーベキューする時とかにも使えるし、バーベキューし終わってでそのまま焚き火台としても使えるから、もう本当にこの1台あればもう何役でも活躍しちゃうっていう名作でございます。重さはどのぐらいなんですか？もうこれ軽いよ、ステンレスで全然、うんうん、まあでもちょっとね、他のなんかメッシュ焚き火台とかに比べると収納した大きさはまあちょっとかさばるんだけど、うんうん、でも全然軽いし問題なく運べるかなと思います。家じゃなくてもどこでも持ち歩けるスペースがあれば、うんうんね、うん、ありがとうございます。じゃあ次2つ目のご紹介ですね、はい、ユージャックっていうブランドのメッシュファイヤースタンドなんですけど、はい、まあ、これね元はねユニフレームさんが出してたファイヤースタンドっていうのが、まあ、それもまた名作なんだけど、それのまあ言ったらちょっと模倣品みたいな海賊版だ。そうだね。でもまあ組み立てもそうだけど全然しっかりしてるし、うんうん、スタイリッシュだし、全然この細部に至っても全然作り甘くないんだよね。でこれのね良さっていうのがね、ここがメッシュなんですけど、だからねこの空気の循環がいいから燃焼効率がもうすごい良くて、もう薪が燃える燃える、火をつけた方がいいですよ。これは山本さんのハートぐらいそうですね。で今これちょっと今下芝生だけど、まあちょっとそれじゃあちょっと怖いから、なんか下に敷いたりとかして、ちょっとこれそんなにこの囲い部分がないから、うんうん、まあ火の粉とか飛びやすいんで、まあ下にはちゃんと芝ガードみたいな敷いて使っていただきたいんですけど、うん、なるほど。まあ、これはねなんて言ったってねちっちゃくなるんですよ。携帯性が本当に良くて、うんうん、もうなんか一人でフラッと片手にこうやって握って持っていけるぐらいなちっちゃさになるから、うんうん、素晴らしいねそれは。ただねやっぱバーベキューとかには向かないというか、そんなに高低差もないから網を敷いたりとかできるわけじゃないから、うんうん、まあどっちかっていうと本当もう焚き火メイン、焚き火に適した、まあ焚き火台だからそうか。そうだね、うん、ザ焚き火台みたいな、うんうん、であのユニフレームのファイヤーグリルとかに比べるとそういうところでは焚き火に特化したスタイルだね。なるほどね、うん、まあ、でも確かにそもそもこれ自体が焚き火台で、さっきのやつはファイヤーグリルって言ってるぐらいだから、そうだね、うんうん、そもそもの用途が違うのかもしれない、うん、そうそう、そこら辺はまあ、うんうん、買うときに用途に合わせて焚き火がメインなのか、うん、まあ、バーベキューもしたいのかなんていうので、まあ、買うときの、まあ、目安になるかなっていう感じだね、うん、そうそう、俺も最初買うときに全然その違いが分かんなくて、うん、そうそう、だから焚き火台イコールもうなんかバーベキューやるものだと思ってたから、うんうん、本当に焚き火だけをやるってなったら、そうだね、こちらおすすめでございます。3つ目、スノーピークの焚き火台、これは L になるかな。 L だね、うん、大きい、一番大きいサイズですね。そう、一番大きいサイズですね。もうこれなんといってもね、本当にシンプルにかっこいい。そうだね、まあ、組み立ても見てもらった通り本当に一瞬でパッカーンだよね。パッカーンでもうすぐできちゃうからね、うん、でこれ今セットでスノーピークのセットの芝ガード L と、これが炭床、炭床、空気を送り込んでくれる、そう、燃焼を高めてくれる、うんうん、それがないよりもあった方が燃えるってことだね。そうだね、うんうん、ちなみにこちら焚き火台なんですけども、専用のアタッチメントがありますね。専用の網がね、またね、もう網だけでも重たいもんね、これガチガチだよ、うん、一生も使えそうな勢いだよねこれ。うん、本当そうだね、うん、手入れすればこんだけピカピカになるから。そうそうそう、ただ高い。そうなんだよね、うん、
そう、全部しかもバラバラなんだよね、これセットと思いきや焚き火台だけなんだ、ね、ま、焚き火台は焚き火台でまあまあな値段するし、うんうん、でこの芝のガードもこの炭とこもまた別料金になっちゃうから、もうこの一式揃えってなるとまあ相当な、そうなんだよね、うん、こっちの網と専用のバーベキューグリルもまたこれとこれも別だから、うん、しかも袋もね、さっき最初に出てきた袋も専用のケースも別売りという、うん、これもしっかりしてるんだよね、すごいしっかりしてるね、それがまたねかっこいいんですけど ね、 そ う、 ね、そうそう、まあでも一生もんって考えれば安いかもしれないね、うんうん、あとはまあちょっとこのやっぱがっちりしてる分重たいところがあるから、そうだね、そうだね、さっき紹介したメッシュの焚き火台とかに比べるとその持ち運びには不便かなっていうところがあって、それでもね、うん、そう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 、本気でね、いや今日はちょっと雰囲気出したいぞっていう時には本当にね期待を裏切らないやつです。そうです。でただまあちょっとライトに行きたいなっていう時は、うん、本当にもう全部セットで15キロぐらいあるからあんまりおすすめはしないよね、うん、ちょっと沢登りして上でとか、そうだね、うん、厳しいね、 それだったらさっきの、 あのメッシュのやつ、うん、あれが一番いいかもしれないね。確かに焚き火台って言ってもやっぱりこうやって見ていくとそれぞれ特徴があって、そうだね、やっぱ用途とか、まあ、そういうシーンで使い分けていくとよりいいかなっていうところですね、うんうん、でも大和くんはもう何年も8年以上、うん、10年近く、そうだね、もう10年ぐらいになるかな、うん、やってるんですけど、うん、まあ、その彼がこうやっていろんな焚き火台、まあ、ここにちょっと紹介、今回3選だから紹介してないのもあるんですけど、うんうん、まあ、いろんなのを使ってきた中で初心者だとこれ買っとけば間違いないやつっていうのはあるんですか？僕が一番やっぱおすすめするのはやっぱユニフレームのこのファイヤーグリルさんが、うん、値段もお手頃だし安定性もあるしいろんな用途に使えるっていうので、うん、これおすすめしたいなってことですね。最初ね本当に僕も勧められて迷ったんですよ。大和くん、まあ、あれはもうとりあえず絶対的なところだよっていうので教えてくれて、うん、で全然やっぱ値段が1万円ちょっとなんだよね。うん、そんなしないよね、うん、で買えるから本当に手が届きやすいし、うん、でなおかついろんなことができる、うん、でスノーピークだと全部揃えないとできないっていう感じですよね、うん、そういうところとかも考えると、まあ、揃えていくのにお金がかかるっていうのがあるんですけど、まあ、いきなりこれ言っても別に全然問題ないけど、うん、最初なんかキャンプハマるか分かんないからとか、うん、そういう時はこれが本当にいいかもね、うん、たびたび登場しててそのなんか金属としてのやれとかっていうものはこの周りとかこれは全然大丈夫感じですね、うん、で今回はこんな素晴らしいサイトでお送りしてたんですけども、ね、いいでしょうここのサイト。実はここはどこなんですかね。ここね実はね我が家です。そうなんですよ、大和くんのマイホーム立てて右上の方のところにリンクを貼っておきますので、まあ、そちらの方の動画見ていただければどんな家に住んでるのかっていうのは分かるんですけど、うん、庭が完成して、そうですね、で今回はこの用途別におすすめをしたんですけど、うんうん、その他にもねソロキャンプにおすすめの焚き火台だったりとか、うんうん、であとは大和くんランタンをたくさん持ってるからおすすめのランタンとか、うんうん、でランタンハンガーもあるし、うん、で後ろのテントとかもですね、でテントもたくさん持っているので、そうですね、まあ、そういったところでいろいろこのレビューとか、そういう企画の方をやっていきたいと思いますので、ぜひ高評価とチャンネル登録の方お願いします。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ